まあ、今まではこのサッカー選手として例えば日本代表とかワールドカップオリンピックっていう、まあ、一番自分の中で大事な夢というか叶えたいものがあって、まあ、そこに向かって、まあ、必死にやってきたんですけど、まあ、新たにこうやりたいことというか新しい夢があって、まあ、自分の気持ちとか、まあ、今の状況とかいろんなことをこう考えた時に、このままサッカーを続けるよりも、まあ、新しい道にチャレンジしてみたいっていう気持ちが上回ったことが一番大きな理由です。取られてから、その点も防げなかった点ではなかったし、次からまた頑張っていきたいです。いや、もう本当いろんなエピソードがいっぱいあるんですけど、まあ、やっぱり一番多いのはこう寺さんに 怒られた記憶はたくさんあって、もう未だにこうその話をこう部室とかでしだすと本当に尽きなくて、何回その話をしても面白いんですけど、まあ、正直こうあれをもう一回できるかって言われたら無理です。 でもあの時間があったから今の自分があるっていうのは間違いないですし、本当に今までもこの先ももう一生の財産だなって、もう年を重ねるごとに強く感じています。そうですね、もう最初正直もう本当に練習に行きたくないくらい自分ができなさすぎて、まあ、やっぱりそのすごい先輩方もたくさんいて、もう本当最初上がってからの数年はなかなか試合に出れなかったり、メンバーにすら入れないような状況が長かったので、もうついていくのに必死っていう感じでした。もう本当に、まあ、最初試合に出れるようになった頃は、まあ、とにかく自分が試合に出れることが嬉しかったし楽しかったし、でもこう年を重ねてどんどんこう中堅からベテランって呼ばれる、年になっていくにつれて、ああもう先輩たちってこんな思いでやってたんだなとか、こうその先輩たちの偉大さというか、まあ、そうなれない自分のこう不甲斐なさというかっていうのを、この数年はすごく感じていました。長く一緒にやってて、なんかいるのが当たり前だったんで、なんですかね、なんかこう日々トレーニングの前とかもしっかり一番多分準備してた人だし、
なんかサッカーに本当に真摯に向き合う人だったんで、なんか自分がこうなんだろう、あ集中してないなみたいな時にふっと見るとすごくこう集中させてくれるというか、あダメだダメだみたいな、しっかりやんなきゃなっていう風な気持ちに本当にさせてくれる選手でした。いろんな苦労を超えてここまで長くやった子だとは思うので、まあ、その期間も本当にサッカーのことを考えてたし、サッカーを見たりとかもしてたし、チームのことも励ましてたし、励まされたし、本当にいつでもサッカーをこう真面目に取り組んでるというか、本当にそういった印象が強いです。もうまず自分がもう本当はその目標は泣かずに全部話すってことだったんですけど、もう最初から泣いてしまって、でまあそのカツオ、同い年のカツオとか他にも何人かこう泣いてくれる選手がいても、その岩瀬さんの鼻のこうすする音とかを聞いたらもうなんかもうどんどん涙が出てきちゃって、もう なんて言ったかはもう多分みんなも多分話の内容とかも覚えてないと思うんですけど、引退します、自分は今までサッカーやってきて何より良かったなって思うことは喜びや苦しさを心から共有できる仲間の存在だと思うし、これからもずっとみんなのことを応援しています。本当にありがとうございました。その数人には、まあ、前もって話してましたけど、その人たちですらもう本当に割と最近だったので、多分そのびっくりしたが一番大きかったんだと思います。最初カツオに言った時に言ってくれた言葉がすごい心に残ってて、もう全力で止めたいと、だけど全力で応援したいって言ってくれて、まあ、それがすごいこう嬉しかったし、まあ、これだけ長い時間一緒に過ごしてきて、こういろんな経験や感情を共有してきた仲間って多分この先いないと思うので、本当に貴重な存在だなって思います。まあ、これからはもうちょっと一旦サッカーからは離れて、まあ、新しい道でこう今まで応援してくださった方や支えてくださった方に少しでも恩返しができるように、また自分らしく努力していきたいと思ってます。自分がメニーナーのセレクションの時で、中学1年生で入った時はこんなに小さくて上手な選手がいるんだって思ったのをすごい覚えています。今はゆうちゃんって呼んでるけど、メニーナーの頃は中里さんって言ってたのがすごくもうカミカミで、なんで早くゆうちゃんって呼ばなかったんだろうって今は後悔してます。現役生活お疲れ様でした。次も頑張ってね。ハンカチ。ユウさん、現役生活お疲れ様でした。自分はユウさんと練習後にジョグをしながら話す時間が大好きでした。
これからも、ゆうさんの小さくて大きな大きな背中を見て学んだことを生かして、ベレーザを引っ張っていきます。お疲れ様でした。ゆうさん、長い間現役生活お疲れ様でした。ベレーザファミリーとしてこう一緒にたくさん写真撮ったり、すごい楽しかった記憶があります。いつも前向きですごいひたむきで、こう自分のやることに集中できるゆうさんをすごい尊敬してたし、そういう姿を見て私も目指したいなって思って見てました。これから私はそうベレーザを支えていけるように頑張るので、お疲れ様でした。ゆうさん、現役生活本当にお疲れ様でした。まだそんなに実感がなくって、まあ、一緒にプレーしたいなっていう思いはあるんですけど、毎日しっかり準備してる姿とか、試合中誰よりも走ってチームのために戦ってる姿とか、本当に何回も助けられて、存在がすごく大きかったなって痛感してます。これからも、まあ、この間話してくれた通り、やりたいことに向かって思いっきり楽しんでもらいたいなと思います。本当にお世話になりました。お疲れ様でした。ゆうさん、現役生活お疲れ様でした。ピッチ内外で優しいゆうさんが大好きでした。バランスボールに乗っかっちゃったり、いろいろするチームプレーも大好きでした。第二の人生楽しんでください。ゆう、今までお疲れ様でした。1年半という短い期間だったけど、同い年としていつもこう話しかけてくれたりとか、気にかけてくれてすごく仲良くなれたと私は思っています。ゆうの人生はまだまだ続いていくと思うので、これからの人生、楽しく過ごしていってください。幸せになることを心から祈ってます。バイバーイ。中里の思い出は、もうちっちゃい時から本当にちっちゃかったので、なかなか試合に出られず、本当に人一倍苦労したと思うんですけども、まあ、コツコツ地道に積み重ねていった選手だなっていうふうに感じてます。で、一番の思い出は、試合で印象に残ってるのは、高校2年生の時かな、のアンダー18の全国大会で 0-0 で延長まで行って、延長後半のラストに押し込んで決めてくれたシーンが、まあ、一番印象には残ってます。で、まあ、今後新しいチャレンジをするということですが、まあ、コツコツ積み重ねていくことは得意としているところだと思うので、新しいところでもしっかり頑張ってやってほしいなと思います。ゆうちゃん、引退残念です。本当お疲れ様でした。メニーナからベレーザまで昇格し成長してきた、ゆうちゃんのプレー、そしてプレーのみならず人間性、非常に、昨年1年を、チームとして共にしてより、実感しました。ゆうちゃんのベレーザスプリット、このベレーザを歴史をの中で、十分に示せる人材だと思ってます。引退をしてもぜひ後輩の、試合プレー、そしてたまには遊びに来てください。ボール回しをやっている時のゆうちゃんのアクション、笑顔、ずっこけ方、非常に、みんなを楽しませてくれて、味のあるゆうちゃんらしい、シーンでした。これからも応援してますし、応援してください。お疲れ様でした。中里優の愛の作文。イエーイ。泣き虫だけどかっこよくて最高の友達、仲間思いな。ゆうちゃん、長男の星、頑張れイエーイ。ゆうちゃん、本当に長い間お疲れ様でした。まだチームがスタートしてないので、まだそのゆうちゃんがいないチームっていうのが
想像できなくて、なんかまだいるんじゃないかってすごい思っちゃうんですけど、まあ依頼、まあ今こうやってちょっと練習し始めてるんですけど、まあそれでもなんか、まあカツオと2人で頑張ったりとかするんで、まあ始まってからこう実感していくのかなとは思います。でもその試合会場とかまた私たちのサポーターとしてなんか応援しに来てくれたら嬉しいなと思いますし、なんかいる風景がすごい、見に来てくれてる風景がすごいなんか思い浮かぶんで、よかったら見に来てほしいですし、ボール蹴りたくなったら来てほしいし、本当にベレーザ一筋で本当に頑張ってきたと思うんで、はい、引き続き応援してほしいなと思うし、自分たちも、頑張っていきたいなと思います。お疲れ様でした。ゆうたのエピソードは一番最初に思い浮かぶのは、メニーナの何回も言うなよって怒られると思うんですけど、メニーナの走りで走り終わった後にゆうがゲロ吐きそうになって、ゲップしてここら辺で止めてたのを隣で見てたのが面白くてずっと覚えてるのと、あとは中学3年生の時卒業式トリックだったんで卒業式一緒でメニナの遠征に遅れて夜行バスで一緒に行ったんですけど、その時に夜行バスの下に大きいキャリーを入れてて、それをバス降りたところでうちらは荷物を忘れてバスが行っちゃって、でメニナの監督だったテラさんがそのバス停前に迎えに来てくれた時に、お前ら荷物それだけかって言われてはぁって言って、それまでテラさんが迎えに来てくれるのを待ってる間にのんきにそこら辺の棒を拾って、木の棒を拾って式とか卒業ソングを一緒に歌っててで荷物をすっかり忘れてバスの終点までテラさんに乗せてもらって車で追いかけたのが思い出です。あとは自分が怪我してて入院先病院から試合を見に行った時にみんなには言わないで見に行ったんですけど、その時にユウがすごく喜んでくれて、試合前なのに泣いてくれて、あ、自分が試合に行くことでこんなに喜んでくれて、まあ、モチベーションが上がるって言ってくれて、泣いてくれる仲間がいるのは本当に嬉しかったですし、自分も絶対ユウと一緒にもう一回サッカーがしたいって強く思った瞬間でした。ユウ、長い間サッカー人生お疲れ様でした。ユウが一番最初に引退するとは思ってなくて、話聞いた時は本当にびっくりしました。本当は小学校6年生で出会って、そこから毎日顔を合わせて毎日一緒にサッカーしてきた仲間が、まあ、これから先は毎日会わなくなるっていうのは本当に考えられないけど、まあ、改めてユウが引退するってなって、本当にサッカーだけでつながってた仲間じゃないんだなっていうのをもう強く実感していて、まあ、一緒にサッカーができないのはもう寂しいけど、プライベートでも、まあ、これから先何十年経ってもおばあさんになっても絶対旅行に行ったり一緒にこう何かをする仲間だなって思うので、まあ、そういう仲間とか友達に出会えたことは本当に自分にとっての財産だし、まあ、後にも先にもない大切な友達です。いつでも現役復帰、サッカーやりたくなったら現役復帰待ってるし、でもユウの第二の人生をもう誰よりも一番応援してます。これからもバカなことしようね。お疲れ様でした。いやもうマジで嬉しいです。なんかもうサッカーやっててよかったなって今までで一番思ってます。ありがとうございます。
まずは突然のご報告になってしまったことは本当に申し訳なく思っています。もう中学生の頃からずっと応援してくださっている方がいたり、スタジアムで旗を飾ってくださる方や、7番のタオルを振ってくれる方がいて、最初は自分のためにやってきたサッカーですけど、自分のような選手をこう応援してくれる人がいること、プレーを見て喜んでくれる人がいること、それが、ものすごく大きなパワーになっていましたし、サッカーをやっててよかったなって心から思ってました。本当にそうやって応援してくださった方たちに恩返しができるように、これからまた新たな道で頑張っていきたいと思ってます。そして一サポーターとして、これから皆さんと一緒にベレーザを応援していきたいと思っていますので、これからもベレーザの応援をよろしくお願いします。今まで本当にありがとうございました。